がないですね。はあ、お疲れ、乾杯。もうやばいよ、髪の毛ガッサガサ、見て、やばくない？舞台のメイクって半端ないことを気づいた。そうだったわ、思い出した。舞台メイクって髪の毛に半端ない衝撃を受けてること忘れてた。特にひろこのさ髪型さ、本当にさやばいんだよ。令和のバッハみたいにさ、めちゃぐるんぐるん巻きにしてるからさ、普段あんな髪型しないじゃん、絶対。そうだからもうね、髪の毛がギシギシすぎて、絶対病院行こうと思ってさ、そのコンサートまでに行けないかなみたいな。マジで髪の毛もゲロ死にですね。だからいける日聞いてるんだけど、どうなんだろう。結構ね、まあありがたいんだけど、ちょっとね4月とかも忙しいんだよね。いやマジグルグルで、もうスプレーもうガシガシなの、もうカチカチ、触ったらもうカチカチ、もうやばい。もうほら手が、ほら見て、ここでもう止まってるんですね。あーやだよー、ちょっとマジで病院行かない。それと同時に宿毛と髪の毛も染めようかなって。今さちょっと茶色なんだよね。茶色のまま行くかどうしようかな。でもさ、ほんと最近染めたばっかだからさ、あんまりこう、まあ、黒にしてもいいんだよ。またで
でもメリーちゃんとかもっとやばいけどね。メリーちゃんはもう早く美容院行きたいですって言ってる。昼公演みたいだってありがとう。演技素敵でしたって。怒鳴り散らかしてます。プロテイン飲みたいんだよね。でも器洗ってなくてさ。マジで。あ、お風呂も沸いちゃうね。じゃあ5分までに作ろうかな。じゃあちょっと待ってて、今からさ作ってくるわ。なんか生姜、ちょっと固まってきそうだね。いただきます。OL の姿、あ、ショムニ、そう、ショムニをイメージして、あのダンスあるじゃん、ロボットダンスみたいな、あれはショムニをイメージしました。うん、豆乳だけで割ってくからめっちゃ美味しい。今日はこのプロテインで終わろうと思います。
うまっ。マジでココアって感じ。うまい。なんか疲れた時にさ、プロテイン飲むとめっちゃ美味しいよね。あとからは、どっち？道玄坂、宮益坂。宮益坂だね。こんばんは。そう、明日のね、お昼がね、千秋楽なんですよ。しかもめっちゃ早い、12時開演でして、まあ、ありがたいことにチケットは売り切れてるので、見たい方は配信を見てください。可愛いクッキーをもらったやつ見せるね。チャンクッキー。2番目でもいいの、のズッキュン娘のこうハートにナイフが。アイシングクッキーですね。パンチ、喫茶店パンチのクッキー、分厚いよね。お風呂が沸きました。で、なんとこちら私が演じてるひろこクッキーでーす。こちらクッキーになっております。これ手作りだって。すごない？これ私のクッキー、ちあちゃんクッキー。これ韓国のね、クッキーみたいな感じですね。チア。残り1ヶ月持つっていう、4月23日まで持つので、それまでには食べたいと思います。すごいよね。可愛くない？でも砂糖だよね、アイシングクッキーってさ。食べられないね、こんな可愛いの。こんな素敵なものをいただいたということを皆さんに報告しておきますね。食べるのもったいないね。飾っとこうかな、ずっと。
みんなで今日集合写真も撮りました。雨最悪だったよ。私がさ出た瞬間に土砂降り、なんか雨が強くなってって、私は雨女なのかって心の中で叫んでました。もういよいよ明日で千秋楽、早いな。もうさ傘なくなっちゃった。もう風絶対帰ってこないじゃん。ショックです。ものすごい可愛い、みんなで撮ったの可愛い。かわいい、みんな。なんか早いからさ、あっという間に終わっちゃうよね。今日さ、マックを食べてる人がいてね、一公演終わった後に次もう一公演ってある時にマック買ってきた瞬間、みんなが「いいなーマックだ」って言ってポテトみんなで食べました。こういう時のマックってさ無性に食べたくなるよね、マジで。明日はあったかい、最高、春服着てこう。絶対春服着てやるんだから。明日は可愛い格好していこうっと。
なんかツルツルおたまごちゃんみたいなお顔してるね。見て、ツルツルおたまごちゃん、ツルツルおたまごちゃん、ツルツルのツルツルのツルツルのおたまごちゃん。うわ、すごい。こういう髪型しようか。まわん一だのいがおむひがしてみて、つるつるのおたまごちゃんだね。はあ、メイク落とすの大変だね。風呂の中で落とそう。じゃあお風呂が沸いたということなので、明日めちゃくちゃ早いんですね。でいろいろ大変なので、お先に失礼してもいいですか。ということで今日は皆さん見てくれてありがとうございました。여러분오늘까지끝났습니다。잘자요여러분잘자요자뭐今日はもうこれで終わっていいですか。수고하셨어요。千秋楽なので明日あ、ランキング読んどこうか。あー、なんかランキング発表されてないんだけど、なんで。なんかランキングが見れないですね。なんでですかって、なんかランキングが見れない、バグってます。すみません、ランキングがちょっとバグってますね。すいません、なんか見れない、たまに見れない時あるんだよな。これコメントも見れない時あるし、もうそれですね、最悪です、もう許してください。とりあえず団長にいらっしゃる皆さんありがとうございます。ということで皆様、明日もあるので寝ますね、寝ますね、お風呂、お風呂に入ります。なんかさ、たまにさ、これ30分でさ切れたりさ、ちょっとなんかおかしいね調子が。じゃあよろぶん、見てくれてありがとうございました。明日は配信できるでしょうか。できない可能性が高いかもしれませんよ。大丈夫ですか。なんかさ、舞台終わった後もさ、なんか1個入れられてて、多忙でしょ千代ちゃんね。みんなだからエール送ってあげて、よろしくお願いします。ということで皆さん見てくれてありがとうございました。明日は千秋楽です。千秋楽も頑張ります。ということで、また遊びに来てください。皆さん見てくださりありがとうございました。バイバーイやろぶん、おやすみなさい。チャイジャイアンニョン、明日頑張ります。